皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。いやー、トルコ戦も無事勝利を飾ることができて、森保ジャパンの進化を感じることができたね。3対2になった後の時間は怪しい時間もありましたが、そんな中でも4点目を取れる強さというものを感じましたね。ドイツ戦で勝利をした日本代表は、中2日の強行日程でベルギーに移動してトルコ代表と対戦。2002年日韓ワールドカップ以来、21年ぶりのトルコ戦でしたね。あの時のトルコ戦でやらかした中田浩二をテレビ中継のゲストとして呼んだ日テレさん、なかなかの畜生ですねわら。確かにそうかもわら、そんな中田浩二は解説として今は活躍しているから、時代の流れを感じるね。試合は伊藤敦樹の代表初ゴール、中村敬斗の2ゴール、伊東純也の2試合連続弾で4対2と勝利した。伊藤敦樹、そして毎熊聖也もアシストしましたし、J リーグ勢の活躍も見ることができました。トルコも結構ハイプレスで詰めてくるところもあったし、結構手強い部分があったよね。そうですよね。個人的にはドイツとの試合よりやりにくいイメージを感じました。ただ、トルコって日本との試合に負けたら監督が解任されてしまう可能性があったんですよね。トルコ連盟の会長が解任を否定したけど、日本戦の敗戦を受けてその話が再燃してしまったそうだね。森保ノートがまたデスノートとかしてしまいましたか。今後日本と対戦する相手の監督はビクビクしちゃいますねわら。そうだね。トルコ代表監督の去就も少し注目かもね。どうなるか楽しみだ。森保監督はトルコ戦の試合後のインタビューで、勝ってスタジアムに応援に駆けつけてくれた方々、テレビを通して皆さんに喜んでもらうということが第一目標だったので、喜びを分かち合える結果出せてよかった。とコメント。前回のドイツ戦から大幅にメンバーを入れ替えた意図について、誰が出ても勝つ、誰と出ても機能するということで、ドイツ戦から10人の選手を入れ替えて臨んだと狙いを明かした。新戦力の台頭が目立ったことで、言葉通り誰が出ても勝つを体現し、選手層を厚くすることと、より多くの選手と戦術の共有をする、そしてレベルアップにつながる経験を試合の中で行えたことはチームにとって非常にプラスだと思う。反省すべきところはたくさんあるが、勝って振り返れるというところや、選手を入れ替えた中で、連携が難しい状況でも良いチャレンジをしてくれた。と、森保監督もこの結果をポジティブに捉えている。サブメンバーの底上げができたことが今後に大きく響いてきそうですね。そうだね。2連戦での収穫について森保監督は、多くの選手たちと戦術的なコンセプトの共有ができた。ドイツ戦が土曜だったため、試合前に全体的な戦術練習だけではなく、グループ戦術や個人戦術のトレーニングやミーティングができた。まずドイツと戦い、我々がピッチ内でやるべき攻守の切り替えや、攻撃と守備の優先順位を確認した上で勝利でき、より自信を深めた。トルコ戦へさらに多くの選手がコンセプトを練習し、今日の試合中で確認できたことは非常に大きいことかなと思っている。苦しい時間帯もありながら、選手たちがまた一ついい経験を積んでくれた。と語っていた。細かい部分まで共有でき、結果も伴った実りあるヨーロッパ遠征でしたね。得点やアシストで活躍した選手たちのインタビューが届いているから今回はそれを紹介するよ。まずは、初先発で初ゴールを飾った伊藤敦樹。浦和の男。右サイドでボールを受け、フェイントを駆使して中央に持ち込むと、堂安律とのワンツーから左足一線。一旦サイドに流れながら攻撃に関わる形も、果敢に振り抜くスーパーゴールも、いずれも浦和レッズでの積み重ねの賜物だったという。あの流れはレッズでやっている動き。律が持った時にまずは斜めに抜けて、パスが出なかったのでそのままサイドに流れて、いい形でボールが来た。最初はクロスを上げようと思ったけど、相手が思ったより食いついてきたのでキックフェイントをしたら、もう一度中を見た時に相手が遅れて出てきてくれた。律といい形でワンツーした時にはもう打とうかなと思って、相手もそこまで来てなかったし、打った瞬間に入ったと思った。それくらい感触も良かった。形も綺麗だったし、代表初ゴールを取れたことも嬉しいし、ああいう良い形で取れたことも嬉しい。と、攻撃に関しては自信につながったそうだが、ゴール以外の部分では課題も痛感していたという。守備のところでフィルターになりきれていなかったし、ボールに行くところ、オーガナイズするところでも自分が主導権を握ってできたら良かった。ボールを奪い切るところもまだまだだと思った。攻撃ではビルドアップで2センターバックが思ったより簡単に運ぶことができて、自分がどこに顔を出すかというところで竹や律と被ってしまうことが多く、どこにポジションを取っていいかわからない時間が多かった。あとはボールワークのところでも、もう少し丁寧に簡単に失わず、アシストできるシーンもあったので、
もっともっとこだわっていかないといけない。これはもう伊藤敦樹は海外に行くしかないですね。もう一皮むけるためにはそうした方がいいかもしれないが、まずはレッズでもっと成長してほしいね。続いて右サイドバックで先発したマイクマ。アシストするなど確かなインパクトを残す鮮烈な A 代表デビューとなった。ところが試合後、取材エリアに姿を見せたマイクマは開口一番に。交代して一番に思っていたのは、失点シーンのフリーキックが本当に悔しくて、それのことばっかり考えていました。と、後悔の弁を述べた。自陣で守備対応に回ったマイクマは相手を倒してしまい、ファールになった。そのファウルによって相手にフリーキックのチャンスを与え、これが失点に結びついていた。確かに他に最善の対応はあったかもしれないですね。こういうところは伸びしろですね。しかし、それ以上に悔しかったのはファウルを与え、イエローカードを出された場面だった。個人的には抑えられる自信があった分余計に悔しいです。普段の J リーグであれば寄せの速さはマイクマの持ち味でもあり、自信を持って対応できるはずのデュエルだったからだ。J だとまず最初に当たったところで勝てるので、ここじゃないと体験できないなというのはコーチとも話しました。そこも踏まえて今度どう抑えていくか。また帰って、外国籍選手もたくさんいるので練習から取り組んでいきたいです。と、語っていた。マイクマしかり伊藤敦樹しかり、結果を残した選手がとても楽しみですね。あとは中村圭ともに得点と活躍してくれました。そうだね。中村は前半の最初の方は難しい展開だったようで。ぶっちゃけゴール以外はボールが触る機会がなかった。左サイドが数的同数だったのと。トップ下の久保選手が右に流れていた分向こうが数的優位で、向こうの展開が多い中、なかなか点を取るまでは自分の色を出せていなかったが、どこかで球際とかガシャガシャとなったところで取ればチャンスだと感じていた。まさにガシャガシャしたところで点を取りましたねわら。中央で相手に圧力をかけると、ファウルと感じた相手がセルフジャッジしてその場で静止。久保建英とボールを奪い合う形となり、その場は譲ったが、久保のミドルシュートにしっかりと詰めていた。ボール取ってごめん。こぼれてよかったわ。と、久保からすぐに謝られたという。久保くん優しいわら。2点目はマイクマからのクロスを冷静に流し込んだ。中村は、あれだけカウンターで数的不利だったので、あそこでボールが来れば決めて当然くらいな感じだった。落ち着いて相手の股を狙って決められたのでよかった。と、あっさりと振り返ったが、冷静にシュートコースを見定めた一撃。武器とする決定力を改めて印象付けた。消えている中でもしっかり結果を残しました。森保監督にもアピールできたのではないでしょうか。そうかもね。そうした中村の活躍にはスタッドランスでチームメイトの伊藤純也も。いやー、持ってるなと思いました。ケイト、ボール触ってたか?って思ってたら点決めたんで。やっぱり決定力があるんで、ああいうところはあいつなら決めるかなと思ってました。とマイペースに祝福していた。稲妻純也さんらしいマイペースな回答ですね。その稲妻純也さんも素晴らしいドリブルから PK を獲得しました。カウンターから伊藤が長い距離をドリブルで駆け上がり、ペナルティエリア内で相手に倒され、PK を獲得。これを自らゴール右に決め、4対2と突き放し、試合を決定づけた。伊藤はこれについて、後半は押し込まれる展開が多かったけどスペースがあったので思い切って走っていって、ゴールまで行けてよかった。と、語り PK の場面については、特に何も考えてなくて、とにかく決めようと思った。と試合後のテレビインタビューで振り返った。これまた稲妻純也さんらしい受け答えですね。今回のヨーロッパ遠征は日本代表にとって充実した内容になりました。今回のヨーロッパ遠征ではドイツ、トルコに勝ち切ったことは素晴らしい結果だね。もちろん課題も出て、今後の10月の親善試合でどんな修正を行うのか、楽しみだね。森保監督に期待です。とりあえずドイツとトルコに圧勝。やったー。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。